はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけで、今日は作っていきました。今日はね、ちょっとね、コムさんとデッドバイデイライトのライブして、まあその後だったんで、ちょいと遅くからスタートかな。まあ多少進みましたし、ちょっとね、やらかしたことも判明したかな、昨日。あそこ頑張って穴掘ったんだけど、あの穴必要なかったっぽいんだ。まあ仕方ない。それ仕方ない。で、こっちもちょっと強化して、2マス広げたのかな。確か。ここが元々のラインで、こっち2マス広げました。これをね、ちょっと囲い込むような形のタワーになりそうな雰囲気だったんで、まあ変更しました。で、多分このランプは全部壊さないといけないと思う、後で。んで、ここだね。このタワーを作りましたと。階段タワーで、これ下からちゃんとやってあるんだけど、その必要はなかったっていうのが、さっきちょっとこの窓を開ける段階で気づきました。仕方ない、仕方ない。後からどうにか調整します。それはまあ要は埋め立て作業ってことだね、そこのね。で、今日はこのタワーを作りましたと。階段タワーね、螺旋階段、こんな感じで。この入り口はちょっとどういう構造にするかはまだ考えてないです。こんな感じで全部の階に大きくつながる。これはまあ何て言うんだろう、向こうの階段、向こうのちっちゃい階段、このちっちゃい階段がサーバント用の階段、召使い用の階段ってことなので、多分これ王様とかが使う、いい階段なのでしょうっていう感じかな、イメージ的には。まあ結構広く取れたんで良かったんじゃないかな。ちょっと図面のサイズよりも大きめになりました。だいぶだいぶ大きめになっちゃった。まあ、仕方ないと思っている、これは。しゃあないよ、これは。そうしないといい感じにならなかったから。このここが3マスじゃなくて2マスにして、外からのプレート張りにして階段作ろうとは思ったんだけど、それちょっとね、昨日仮組みした感じちょっとダサかったんで、もう諦めて、この広く取っていい感じの超絶でけえ螺旋階段みたいなのを作ることにしました。まあ、いいんじゃないかな、これで。で、こっち側上まで伸ばしてきたのかな、確か。こんなもんかな、今日は。あとこっちちょっと組んで伸ばしたりとかいろいろやってたけど、まあ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 疲れてしまったので、もうこれで終わりということになります。で、今日は動画で別にテルテール閉鎖に伴うコンソールへの影響みたいな感じのある程度上げておきました。まとめてね、テルテール閉鎖から1週間経って、まあ、情報はある程度出たかなと思って調べて、ちゃちゃちゃいっと作りました。まあ、結構ガチで調べたから、他のところにはない情報ばっかりじゃないかな。多分日本のサイト探したりしてても、どっから見つけてきたか忘れてたもん。とりあえずいろんなところ片っ端から検索しまくりました。主に日本のサイトはもう参考にしてないくらいにね。ほぼほぼ海外のサイトを適当に作る、ちゃんと検索して見てきました。なんで、もしよかったら見てください。そんなもんかな。で、今日の建築もまあこんな感じだしね、明日どういう感じに進めるかだな。どっか強化して歩いてた気がするけど忘れちゃった。床を強化して回ってた気がするんだよ、今日。まあいいや、とりあえず明日どういう感じになるかだね。ここが王の部屋とのつなぎの、玉座とのつなぎの空間になって、玉座の間があってみたいな感じになるんで、どっから作るかだよね。だからもうこの螺旋階段をある程度強化してっても確定させちゃうのか、
もしくはもうこのつなぎ空間玉座の間をある程度作り始めて、それに合わせて確定していった方がいいのかっていうのにちょっと迷ってます。まあ明日ライブしながらかな。そこはここもねどうするべきなのかちょいちょい分かんないんだよね。実際には空間ありそうなんだけど、空から見たら空間ないんだよね。ここ玉座の間がこう来てこうあるみたいな、こうあるみたいな感じなんだよね本当は。でこっちにちょっと細まってってこうあるみたいな、斜めになんだけど、斜めにしたら向こうの壁が作れないからもう斜めにしないっていうのはまあ何回も言ってるよね。まあそれについてはちょっと明日考えときます。もしくはライブ中にどうするか決定して作っていきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。今日のライブね、ラビさんかな、デッドバイデイライトでお世話になった方にスーパーチャットいただきました、ありがとうございます。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。セシカでした。いいね、楽しみだな。でもできるのはだんだんできてきてるよね本当に。お城っぽくなってきてるのかな。うん、というわけです。ゼシカでした。